はい、今回はよくご質問いただきますベガスでこんな感じのテロップの単語ごとに文字の色を変える方法をご紹介していきます。ベガスには複数の文字ツールがあり、それぞれ作り方の特徴が変わってきますので、今回はそれぞれのツールを使いながらご紹介していきます。まず最初に一番ベーシックな文字ツール Q テキストを使って作っていきます。 Q テキストを配置します。そしてレイヤーを上に移動、文字を打ち替えます。こんな感じですね。フォントを変更します。サイズを変更。配置を変更。X 軸0にして真ん中に配置します。次に、プロパティで色を変更します。塗りを入れて、エフェクト、アウトラインで白を入れます。フェザー、ぼかしはなしで幅を広げます。こんな感じですね。これがベーシックなテキストとなります。ではここから文字のカラーを変えていきます。この Q テキスト、このツールではこの一つのトラックで文字の色を変えることはできませんので、複数のトラックを使って色を変えていきます。コントロールキーを押しながらトラックを移動、複製します。ソースメディアの新規コピーを作成、OK。そしてこの複製した方の色を変更します。例えば、こんな感じですね。これを上に重ねます。非表示にするとこんな感じですね。そしてこの上の重ねた方、上の方にエフェクト、ベガスクッキーカッターを追加します。そして境界を広げると、こんな感じですね。切り抜く範囲が表示されます。形を区形、長方形に変えます。そしてセンター、移動します。表示させたい範囲だけに持っていきます。境界をなしに。わかりやすいようにそれを表示にします。少しはみ出ていますので、サイズで調整していきます。0.248。こんな感じですね。そして、それを非表示にすると、こんな感じで文字の色を変えることができました。さらに文字の色を変えたい場合はもう一つ複製します。コントロールキーを押しながらドラッグして、複製、色を変更。そして、エフェクトで切り抜く範囲を変更します。ランキングですね。これをさらに上に重ねます。すると、こんな感じですね。こういった形で文字の色を変えることができます。ただ、このやり方ですと、文字の色を変えることはできても、フォントや大きさをそれぞれ変えることができません。厳密には作ることはできるのですが、すごく手間がかかってしまいますので、そういった時は別のツールを使っていきます。一度削除します。次は、このタイトル及びテキストを使っていきます。一つ配置します。同じように文字を打ち替えます。こんな感じですね。フォントも変えておきます。色ですね。そしてアウトライン。こんな感じですね。先ほどの Q テキストと違うのは、この打ち込んだ文字を直接プレビュー画面で配置することができます。移動して、サイズを調整。こんな感じですね。これがこのタイトル及びテキストの特徴となります。ではこの状態から単語ごとに変化を加えていきます。コントロールキーを押しながらドラッグして複製します。ソースメディアの新規コピーを作成。そして、一つ目。海外。二つ目。旅行先ランキング。重ねます。するとこんな感じですね。旅行先ランキングと海外のパーツに分けることができました。これを組み合わせて配置していきます。まず、海外、大きくしておきます。色も変更します。こんな感じですね。次に、旅行先ランキング。サイズを少し小さくして、配置。フォントも変更します。こんな感じでフォントや大きさを変えて組み合わせていくことができます。同じように3分割する場合はさらに複製して分割していきます。旅行先。と、ランキング。フォントも変更します。そして配置と大きさを調整。こういった形で作っていくことができます。そしてここまでが Movie Studio の文字ツールを使った作り方なのですが、Vegas Pro にはさらにもう一つ文字ツールがあります。Vegas Pro を開きます。Vegas Pro には先ほど使った旧テキスト、タイトル及びテキストと別にもう一つ、プロタイプタイトラーというツールがあります。これを使っていきます。プロタイプタイトラーをドラッグして配置。上に移動します。これがプロタイプタイトラーの設定画面になるのですが、まず文字を配置します。新規テキストブロックの追加。そして打ち替えます。こんな感じですね。フォントを変更します。選択して、変更。スタイルから色。縁ですね。太さを足します。もう少し濃くていいですね。そして入力が終わったらこの部分、テキスト編集モード、ここをクリックするかエスケープキーを押して終了。ここをクリックします。すると入力モードが終了して、配置を調整できるようになります。ズームを変更して、下に移動。サイズも大きくします。X 軸の数値を0にして中央に配置します。そしてこの Vegas Pro だけで使えるプロタイプタイトラーなのですが、先ほどまでのツールとは違って、この一つの文字の中で単語ごとにフォントや大きさ、色を変えることができます。テキスト編集モードに入ります。そして、単語を選択。例えばスタイル、色を変更します。白。こんな感じですね。さらに、サイズ、大きくします。こんな感じで一つの文字トラックの中で変更を加えることができます。続けて旅行先、フォントを変更。さらに、ランキング。色も変更。そして編集モードを終了して、大きさと配置を調整。こんな感じで、ムービースタジオ、Vegas Pro、それぞれのツールでテロップを作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。